北岡神社は、熊本県熊本市西区春が一丁目に鎮座する神社である。平安時代に、京都の祇園社の分霊を勘定して創建されたと伝わり、熊本市域においては、藤崎八辺宮と並ぶ由緒を持つ古舎である。旧社格は、剣社、祇園社、祇園宮と称されていたが、1868年に、神仏混工禁止を受けて、 北岡宮に、さらに1872年に、現在の名称に改められた。東側200メートルほど離れた坪井川に架か,かる、祇園橋と熊本市電の祇園橋停留場に、旧社名の名残を留めている。社殿によれば、934年、藤原康政が、日後守るとして下校したおり京都の祇園社の分霊を、国府の湯の原に、 慎吾のため誕生したのが創始であるという。ただし、藤原康政は958年の生まれで、肥後守るの任期もかなり後のことなので、そのまま史実とすることはできない。はじめ義恩宮と称した。937年には車屋敷に遷座され、さらに979年に旭山へ遷宮した。道さんは、 祇園山と呼ばれるようになったが、明治に至り花岡山に改められた。創建当初から、放送無休、天下太平、国家安全、悪魔幸福、西九死後の直眼者であったが、1154年に、この江天皇より、検診院の直学とともに、日本第二西九一社の損傷を可視された。戦国時代を経て、笹成政両国の頃には衰退していたが、 加藤清正により復興。後、熊本藩主細川家により1647年に、現在の北岡の社地に潜在し、代々の藩主の厚い数計を受けた。1868年、北岡宮と改め、さらに1872年に北岡神社と改称した。1873年、県社に列した。また、1877年の西南戦争の際には、 薩摩軍の本営が一時境内に置かれた。A.B. 鈴木隆熊本の神社と、寺院熊本日日新聞社、1980年、22から23ページ熊本日日新聞編纂発行、熊本県大百科事典、1982年、194ページ、日本歴史地名大形44、熊本県の地名平凡社、1985年、 525ページ、角川日本地名大辞典編纂委員改編、角川日本地名大辞典43熊本県、角川書店、1987年、377から378ページ。ありがとうございます。